日本の政治家。日本社会党衆議院議員。栃木県足利市出身。青年時代は、勤労学生で、衆議院議員、金子マスタロの秘書をしながら、早稲田大学生経学部を卒業する。その後、同大の大学院に進むが、1952年に大学院を中退して、群馬県立立立林女子高等学校の教員に就職。 1955年、栃木県県議会議員に当選して2期務めた後、1960年の第29回衆議院議員総選挙で初当選を果たし、通算10期務めた。この間、1977年に当政審会長、1986年に当副委員長、1988年に当二西会会長を歴任した。一方で、 党内右派の政権構想研究会代表を務め、1981年に行われた日本社会党委員長選挙では、明日方和夫委員長の対抗馬として立候補し、落選。1990年再選し、1991年から1992年衆議院、商工委員長。1991年社会党、シャドウキャビネットの通算省に就任。 1993年の選挙に落選し、政界から引退。社会党委員長、村山富一が内閣総理大臣を務めていた1995年に、君一党局実大受賞を受賞。2001年5月29日死去。75歳没。死没日をもって肖像くらいに除される。ありがとうございます。